久保さん、ヒゲ剃りました。ヒゲ、ヒゲ剃りましたよ。すっきり、すっきり、すっきりです。すごいでしょ、日本海。ここはですね、米山と言います。米山。いやー、昨日はね、久保さんに送れなかったですね。送らなかったというか、送れなかったというか。まあ、こういうこともありますよ。まあ、3日送んないこともあるでしょうね、今後は。1週間送んないかもしれない。わざと。まあ、今回はまあ適当にしましょうか。適当というかタモリさんですかね。タモリさん、まあ、僕が好きな言葉でタモリさんの適当だよみたいなね、適当にやんないと続かないよみたいな、まあそういうなんだ言葉があるんですけど、まあ正直この億万長者合宿は僕の中ではもう終わってるので、趣味みたいな感じなんで、あれ吉田さん今日釣りしないの、え、なんで釣りしないの、あ、今日別にちょっと釣りしたくないんだよねみたいな。すいません、趣味みたいですからね、この億万長者合宿は。だからまあ送らない時も今後出てくるかもしれないですね。ただ負けず嫌いっていうのもあるので、負けず嫌いが発動するとこういう風にね止まって取っちゃうんで進まないですよね、多分全然進まない。負けず嫌いが発動してね、まあ前ね、なんか移動しながら動画撮ってこういろいろやったりとかしてましたけど、一回止まるんで高速運転しながらアップロード難しいんで、さすがに。まあすいません、適当にやらせていただきます。まあでもね、商品はねしっかり売ってますからね、久保さん。今も撮影して回ってるのが、まあ来月の商品用の動画と、まあ、あとはもう昨日で販売一応お問い合わせ終了したんですけど、それの動画とか、まあ、それはしっかりやってるんで、だからまあ旅中でもね、お客さんからお問い合わせもらった人に対してワンツー動画でセールスしたりとか、それはまあしっかりやってましたんで、ありがたいことにね、こう移動しながらでもしっかり売り上げ上がってますんで、おざす、そうやることはやってます。やっぱね、久保さんと僕が違うところは、僕はやっぱ商品売らないといけないんでね、この久保さんの億万長者合宿はもう終わって4年ですから売り終わって4年なんでポジショニング的にはすいません、一番下ですね。まああとはなんすかね、久保さんを試したというかね、っていうのもありますよね。あれ、これ一日送んなかったら久保さんどんな反応するかなみたいな。人の感情って簡単ですね、久保さん。ね、久保さん。人の感情っていうのはね、簡単ですね。そう、多分まあ前ね、多分億万長者合宿の最初の一番最初のシリーズで、久保さんに僕は感情をコントロールされまして。転がされましたからね。わ、あれ懐かしいな。そう。やっぱね、なんかそのプロモーションでやってるっていうのは分かったんだけども、その皮肉を言われるとクソみたいになってね、転がされたのを思い出しましたね。そう。はい、ということで移動ありますんで、久保さんね、僕ね、何も動かないんで適当にやっていきたいと思います。では